北極諸島の位置北極諸島の広がり北極諸島は北アメリカ大陸北方の北極圏に位置する諸島である。北アメリカの北端にあたる。北極諸島の面積は142万4500平方キロメートルで、島の総数は3万6563であり、ほとんどはヌナブト順州に、一部はノースウエスト順州に属する。 南北2 4 0 0キロメートルにわたり広がり、カナダ本土からエルズミーア島最北端のコロンビア岬までの距離は1 9 0 0キロメートルになる。西はボホート海、北は北極海、東はグリーンランドバーフィン湾、デイビス海峡、南はハドソン湾とカナダ本土を境界とする。諸島を構成する島々を隔てる海峡は大西洋と太平洋を結ぶ。 北西航路を構成する。北極諸島に向かい、南のカナダ本土からブーシア半島とメルビル半島の二つの大きな半島が伸びている。北極諸島は、バイカウントメルビル海峡やランカスター海峡の北に、あるクイーン・エリザベス諸島、およびバフィン島、サマーセット島、プリンス・オブ・ウェールズ島、ビクトリア島、バンクス島などからなる。 36563の島の内面積が130平方キロメートルを超える大きな島は94で、内世界の大きな島の10位以内に入る島が3つ含まれる。気候は艦隊で、地表は氷雪地帯となる内陸の山岳部を除いてはツンドラである。島のほとんどは無人島であり、わずかに存在する集落は互いに離れており人口は、 非常に少ない。ほとんどは、宴会部にあるイヌイットの集落である。イギリスは、1570年代のマーティン・フロビッシャーによる探検を根拠に、北極諸島への領有権を主張してきた。1870年にルパートランドの獲得によって、カナダの主権は、北極諸島の南部に及んだが、この時、カナダが得たのは、フォックス湾、ハドソン湾、 ハドソン海峡に注ぐ流域のみであり、1880年に北極諸島の残りもイギリスからカナダに移された。1895年に北極諸島の大部分を含む範囲がフランクリン地区として区分され、ノースウェスト巡州に属することになったが、1999年のヌナブト巡州創設に伴い、フランクリン地区は廃止された。 北極諸島のすぐ北にある北極点周辺の海域はカナダを含む各国が海底資源などをめぐって排他的経済水域を主張しているがこれらの主張は一般的には認められていない。さらにカナダは北極諸島内の北西航路を構成する海峡をすべて内水であるため了解であるとしているがアメリカなど北西航路に関係する諸国は国際海峡だと主張している。 北西航路の問題は、漁業権や、資源開発や、環境保護などカナダの国益とも関わりがあり、外交問題になりつつある。さらにエルズミーア島とグリーンランドの間のネアズ、海峡にあるハンス島をめぐっては、カナダとデンマークとの間で軽争が起きている。面積1万平方キロメートルを超える島は、以下の通りである。NT イコールノース順州。 ニューイコールヌナブトジュン州カナダの北極諸島。ありがとうございます。